私とやるのか？ついに完成したぞ！私とアルルの新婚スウィートホームだ！闇の貴公子の城を彩るにふさわしい吹き荒れる嵐、センス抜群、素敵な調度品の数々。さあ、あとは我がフィアンスを連れてくるだけだな。夢が広がるな、アルル。そうか、アルルはシャイだから素直に来れないな。仕方ない、こちらから迎えに行ってやらねばな。頼む。なんだお前は。余は王子である。大きな城を見つけたので来てみたぞ。内装の趣味は悪いがなかなか良いではないか。うむ、ここを余の別荘にしてやろう。ほう、魚風情が。我が愛の巣に上がり込んで好き放題言っているな。相手をするのもバカバカしいが、とりあえず無礼者。余は王子であるぞ。無礼者はお主の方じゃ。世の中にはろくな魚がいないものだな。いいだろう、不要地獄へ放り込んでくれる。入り討ちにしてくれようぞ。ディザスター、もんじゃフォロカル、無礼者。フォロカル、無礼じゃ。私に逆らうからだ。ここは私とアルルのスウィートホームだ。とっとと出ていくがいい。ふう、無念じゃ。やれやれ、余計な時間を食ってしまったな。待っててくれアルル、もう少しの辛抱だぞ。浮かれ切って鼻歌混じりにスキップしてる。やや危ない人発見。おう、リンゴか。私の危険な香りを察知するとはなかなかだぞ。それはどうも。ちょうどよかったリンゴよ。アルルを見なかったか。これから出来たてほやほやの我が城で星空のハネムーンや桃色パラダイスなど行わねばならんのだ。前から思っていたのですが、その星空のハネムーンとか桃色パラダイスって
具体的に何をするのでしょうか。具体的？お前、なんてことを言わせようとしているんだ。けしからん。え？そんなけしからんやつはたっぷり反省してもらわねばな。ろくでもない空気は察しつつ、この流れは何はともあれ不要地獄へ落ちてもらうぞ。やっぱり！ショータイムだ。私に逆らうからだ。やれやれ、私としたことがちょっぴり動揺してしまったかもしれない。そう。ふん、まあよい。ところでリンゴよ、アルルを見なかったか？え？アルル？あっちの方で見かけたような、見かけないような。そうか、でかしたぞ。アルル、待っていろ。この辺りにいるはずなのだが。サタン様！お、ルルか。ちょうどよかった。この辺りでアルルを見かけなかったか？やっぱりそうなんですね。
愛しいあなた様のためならたとえ地の果てでも探し出して差し上げますわ。でもあんなチッチクリーンをわざわざ探しに行かずともこの私めが代わりに。まあそう言うな、チンチクリンでも可愛いところがあるんだぞ。私のナイスバディよりあの方が良いと。そういう問題ではない。申し訳ありません、これも愛の形。何としてでも私を認めていただきますわ。仕方ない、少し相手をしてやろう。いざ不要勝負だ。私に逆らうからだ。悪いがルル、私は行くぞ。サター様、告げない人。でもこのルル、絶対に諦めませんわ。好きにするがいい。また相手をしてやろう。アールルー、待ってよ。今日こそお前は私のものだ。そうはさせん。シェゾ、何の用だ。お前にアルルを奪われるわけにはいかん。アルルをいただくのはこの俺だ。な、貴様、大声でなんて恥ずかしいことを。この変態め。違う、俺の目的はアルルの魔力だけだ。お前の方こそフィアンセだのハネムーンだの恥ずかしいことを言って十分変態魔王だろ。私はお前と違っていかがわしいことは考えていないぞ。俺だってそんなこと一度たりとも。やはりお前は一度
不要地獄に落としておく必要があるようだな。ふん、できるものならな。ディザスター、こさくな。おろか。この俺が、私に逆らうからだ。